今回紹介するのは中町兄弟でおなじみの中町綾さん。2001年1月10日生まれ、現在23歳、東京都江戸川区出身です。概要欄に関連商品や動画の詳細があるので、よかったらチェックしてくださいね。身長163センチ、体重45キロの中町綾さんは、スタイルも良くてどんなファッションでも似合う YouTuber 兼インフルエンサーです。まさにモデル体型といった見た目をしていて、色白でスラッと伸びた足には美を感じます。中町綾さんには3歳上のお兄さんがいて、お兄さんも中町 JP として活動しています。2020年からは兄弟チャンネル、中町兄弟を開始しました。お兄さんも中町綾さん同様、非常に高いトークスキルを持っており、中町綾との掛け合いが大人気です。中町綾さんの出身高校は偏差値42の都立第三商業高校で、卒業証書を持っている写真を SNS に上げていました。入学したきっかけは、校舎が綺麗であることや、文化祭に行った際に生徒がメイクバッチリで緩そうだと思ったことが決め手になったそうです。高校時代はダンス部に入部していました。 YouTube でもダンスをしている動画を上げており、やはり学生時代の経験が今になって生きていますね。中町綾さんは勉強があまり得意ではなく、高校2年生の時には学年で最下位を取ったこともありました。この高校は成績表で1を取ったり、テストで最下位を取ると辞めさせられてしまうこともあったそうです。そのため最下位を取った時はかなり焦ったと語っています。中町綾さんは2016年の高1ミスコンに出場して見事優勝しています。高1ミスコンは女子高生ミスコンの前哨戦にあたるコンクールで、日本一可愛い女子高1年生を決めるためのものです。女子高生ミスコンの方では惜しくも受賞できませんでしたが、高1ミスコンではグランプリを獲得しました。中町綾さんは3歳から6歳まで中国で生活していたそうです。ですが日本人が集まる場所で生活していたので、中国語は話せないみたいです。中町綾さんは2017年2月18日から4月1日まで放送された「真夏の狼くんには騙されない」に出演しました。狼シリーズはアメーバでのみ見ることができます。2023年のクリスマスを迎えた12月25日に中町綾さんは、みんなが真冬のクリスマス投稿する中、真夏の水着投稿する女、なぜならクリスマス何もしてないから写真がないだけだよ、クリぼっち仲間いる?と綴り、自身の水着写真5枚を投稿して話題になりました。ネット上では本当にスタイル良い、海が似合う、めっちゃ可愛い、私もクリぼっちですなどと続々と反響が寄せられていました。彼女の人気は今後も急成長していきそうですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは話題の女優やアイドル、モデルなどを厳選して紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。